私の名前は立花美雪。20歳の大学生で父と二人で暮らしている。やっと運転免許を取得した私は父と一緒に出かけることに。車通りの少ない場所を走行していると、なんと背後から黒い車がぶつかってきた。おいおい、お前がノロノロ運転してるせいでぶつかっちまったじゃねえか。外から男三人の姿が見え、彼らはひどく怒っている。三人組は見るからに柄の悪そうな人たちだった。年齢は20代後半くらい。一人はサングラス、もう一人は金髪、もう一人は180以上はある長身と特徴のある見た目をしていた。いいから出てこい。男たちは運転席側を乱暴に叩いてくる。私はすっかり頭が混乱していた。どうしよう、怖いよ。おい、早く出ろ、ガキが。大丈夫だ、お父さんも一緒にいるから。父はこう言っていたが、正直不安で仕方がなかった。父は工場勤務の中年男性。別に喧嘩が強いわけでもなく、むしろ逆のタイプだった。私たちが車から降りると、三人は一気に攻め立ててくる。お前らのせいで、俺らの高級車が台無しじゃねえか。しかも俺ら二人は、怪我までしてるんだぞ。怪我ですか？彼らはこう言っているが、どこも悪そうには見えない。だが、男二人は、大げさに腕を押さえて、私たちにアピールをしてきた。ちゃんと慰謝料と治療費は払ってくれるんだよな。その前に警察に連絡した方がいいと思いますけど。あ？警察？俺らは示談にしてやるって言ってんだよ。警察なんか呼んで厄介なことになるのは嫌だろう。あんた免許取り立てみてえだし、下手したら免許剥奪になるかもしれねえぞ。それはないと思いますけど。とにかく俺らは金を払ってくれれば許すって言ってんだ。慰謝料と治療費合わせて300万払ってくれ。300万？うちはあまり裕福な家庭でもない。大学にも奨学金を借りてなんとか通わせてもらっている状態だった。父も大して給料をもらっているわけでもなかったので、すぐに用意できるはずもない。どうすることもできず言葉を詰まらせていると、父が口を開いた。ぶつかってきたのはあなたたちですよね。娘は赤信号でしっかり止まっていましたし、あなたたちに非があると思いますよ。父は普段通りの穏やかな口調で言う。しかし簡単にこちらの意見を聞いてくれるような相手ではなかった。あ？俺らが悪いって言いたいのかよ。こっちは怪我もしてるんだぞ。悪いのはお前らだろうが。では、ドライブレコーダーの映像を見てみましょうか。証拠を見せれば、あなた方も少しは納得してくれるんじゃないんですか？たく、めんどくせえ野郎だな。そのまま父は車内に行き、ドライブレコーダーの映像を確認し始める。そこには背後から急に曲がってきて、私たちの車に思い切りぶつかってきた彼らの姿が映っていた。この映像を三人にも見せたが、それでも彼らは私たちを責めてくる。こんな映像を見せられても無駄だ。こっちは高級車を傷つけられてるんだからな。怪我だってさせられてんだし、悪いのはそっちなんだよ。全く話が通じない三人に、父も少し呆れているようだった。君たちと話をしていても、全く先に進まないようだし、ここは警察を呼ぶことにしよう。その方が話が早いからね。じゃあ私はスマホを取り出して警察に電話をかけようとしたが、サングラスの男にスマホを強奪されてしまう。ちょっと返してください。
面倒なことするんじゃねえよ。こっちは親切に、警察には連絡せずに、示談で済まそうって言ってやってんだぞ。俺らの行為をあだで返す気かよ。きっと三人は、警察を呼ばれるのが嫌なのだろう。先ほどの映像を警察に見せれば、責められるのは三人の方だ。彼らも逮捕されるのは嫌なのだろう。すると金髪男は父の胸ぐらを掴んで脅し始める。父は少し驚いた顔をしていたが、不思議なことに怯えている様子はなかった。すぐ300万を用意しろ。お前の娘が起こした事故なんだから、親が責任を取るのは当然だろう。娘は事故なんて起こしていませんよ。ぶつかってきたのはあなたたちなんですからね。もしかしてお前、300万も持ってねえのか？まあ、見るからに貧乏そうだしな。だったら今回は特別に100万にしてやるよ。100万くらいだったら払えるよな。いいえ、お金は払いません。むしろうちの車の修理代を払ってほしいところです。この車は結構気に入ってたんですよ。ああ？なんだよその態度は。お前は全く反省してねえんだな。なぜか余裕そうな態度の父に私は冷や汗が止まらなかった。金髪男は父の胸ぐらを掴んだまま、今にも殴りかかりそうな勢いだ。他の二人も苛立ちを大きくさせているのが分かった。お父さん、もう払うしかないんじゃない？私が父の耳元で問いかけると、父は笑顔でこちらを振り返った。いや、金を払ったらこいつらの思うツボだろう。それにこいつらに金を出すくらいだったら、みゆきと美味しいものでも食べに行った方が何十倍も有効活用ができるからな。おいお前、さっき俺らのことこいつ呼ばわりしたか？あまりにも話が通じないから俺も少しイライラしてしまってね。気分を害してしまったのなら申し訳ない。普段はダサくて少し頼りない父だが、この日はなぜか堂々としている。三人も思い通りの反応を示さない父に苛立ちを大きくさせていた。あんた、このまま俺らに金も払わず逃げるつもりでいるのか？金を払うべきかどうかは君たちじゃなくて警察に判断してもらおう。悪いが、君たちの要求を簡単に飲むつもりはないよ。お前、冴えないおっさんのくせに度胸だけは一人前なんだな。あんた、俺らにボコボコにされたくないだろう？君たちが俺をボコボコにするのか？俺らはおっさんと違って毎日鍛えてるから喧嘩も強いんだよ。おっさんじゃ30秒も持たねえんじゃねえか？すると父はなぜか笑い始める。何笑ってんだよ、バカにしてんのか？君たちは随分と面白いことを言うんだなと思ってな。残念だけど君たちが俺を倒すことは難しいと思うよ。おっさん、俺らに勝てる自信あんの？ムカつくからこのおっさん、ボコっちまおうぜ。そう言うと、サングラスの男は父の顔面をめがけて思い切り殴る。そのまま父は地面に倒れ込んでしまった。痛えな。これで正当防衛成立か？え？父は顔を押さえながらゆっくりと立ち上がる。その顔は普段の穏やかな表情でなく、鬼のように恐ろしかった。今までこんな顔をした父を私は見たことがない。思わず私は目を見張ってしまった。しかし三人はそんな父を見て大爆笑。今度は金髪男は父に殴りかかろうとする。今度は俺に殴らせてくれよ、お前の間抜け面。俺によーく見せてくれ。その瞬間、父は金髪男の胸ぐらを掴んで
キュービーを思い切り殴った。かなりの威力だったのか、男は大きなうなり声を上げて倒れ込んでしまう。金髪男はしばらく咳込んでいた。てめえ、大事な仲間に何してくれてんだよ。そう言うと、もう二人は父に殴りかかってくる。しかし父は二人の攻撃をかわし、同じようにキュービーを殴る。今度は三人同時に殴りかかってきたが、彼らはあっけなく父に負けてしまった。父の無双を目の前で見ていた私は、呆然としてしまう。こんな父の姿は今まで見たことがなかった。家での父はほとんどジャージ姿というだらしない格好をしていて、最近はビールの飲みすぎのせいでお腹も出ている。家事も器用にこなせるタイプではなく、代わりに私がやっていた。三人もまさか父に負けるとは思っていなかったのだろう。息を切らしながら、信じられないと言った顔で父を見ていた。お前、何者なんだよ。俺はただのしがないおっさんだよ。くそ。彼らは父に負けて、ひどく悔しがっているのが分かった。すると、長身の男は、歯を食いしばりながらこんなことを言ってくる。俺らを殴った罰として300万払え。さっき言った100万ももちろん支払ってもらうけどな。君たちはまだそんなことを言うのか？すると今度はサングラスの男が口元をにやつかせながら驚きの事実を打ち明けてくる。お前が俺らをボコったってことが組長にも知れたら、お前はあの世送りだぞ。ヤクザの組長に消されたくなかったら、おとなしく金払えよ。ヤクザ？もしかして君たちはヤクザだったのか？そうだよ。お前だってヤクザの組長を呼ばれるのは困るだろう。うちの組長は女だろうとおっさんだろうと容赦しねえからな。俺らをバカったおっさんは確実に消されるだろうね。彼らがヤクザだとわかり、私は頭が真っ白になっていた。どうしてよりにもよってヤクザに絡まれてしまったのだろうか。自分の不運さを呪いたくなった。しかし父の方は全く焦っている様子はない。どうして父がここまで動揺していないのか不思議でならなかった。お父さん、さすがにヤクザ相手じゃまずいって。このままじゃお父さんが。大丈夫だよ。この感じじゃ彼らは下っ端の組員だろうしね。は？なんだと？お前、俺らのこと舐めてんのか？長身の男は父に向かって怒鳴り声を上げる。しかし再び殴りかかろうとはしなかった。もっと俺と勝負がしたいのか？勝負だったらいくらでも受けて立つぞ。なんだよこのおっさんは。男もこれ以上父に殴られるのは嫌だったのだろう。他の二人も殴りかかってくることはなかった。そんな三人に父は質問を投げかける。君たちはどこの組織のヤクザなんだ？おっさんに話して何になるんだよ。ただ気になったから教えてほしいと思ってな。結構大きい組織なのか？そうだよ。俺らは清水組のヤクザだ。清水組はここら一帯じゃ一番勢力のあるヤクザなんだぜ。組員だって100人以上いるでかい組織だしな。君たちは清水組だったのか。それは話が早い。なぜか父は組織の名前を聞いて満面の笑みを浮かべる。三人も口をポカンと開けて不思議そうに父の顔を見ていた。お前、俺らに金を払わねえんだったらここに組長を呼んじまうぞ。お前だけじゃなくて、お前の娘だって地獄を見ることになるぜ。それでもいいのか？
君たちの組長は俺たちに手を下すことはないから大丈夫さ。理不尽に人を貶めるような奴じゃないからね。おい、組長のこと舐めてんのか？お前、マジで消されるぞ。そんなに組長を呼びたいんだったら自由にしたらいい。俺は全く困らないからな。父は余裕そうな笑みを浮かべたまま彼らに言い放つ。逆に三人の方が困った様子だった。すると今度は父が三人をせかし始める。いつになったら組長さんを呼ぶんだ？こっちも時間に余裕があるわけじゃないんだよ。お前、なんでそんなに余裕そうなんだよ。もしかして、ヤクザに会ったことねえから、俺らのことを信じてねえのか？別に君たちのことを信じていないわけじゃない。もしかして君たちの方が組長を呼びたくないんじゃないか？ちげえよ。俺らは親切に忠告してやってるだけだ。それだけ組長は恐ろしい人なんだよ。仕方ない。君たちが連絡しないんだったら、俺が組長さんを呼んであげよう。は？父の発言に、三人は目を丸くする。もちろん私も驚いてしまった。すると父は自分のスマホを取り出して本当に電話をかけ始める。おい、マジで親父と知り合いなのか？こんな冴えねえおっさんが親父と知り合いなわけねえだろう。そうだよな。彼らはこう言っているが、動揺しているのも伝わってきた。電話はすぐに繋がったらしく、父はいつもの穏やかな口調で話し始める。いきなり電話してしまって悪いな。ちょっとお前に用があって連絡したんだ。お前の組員に絡まれてて、全く話が進まないからお前に来てほしいと思ってな。父は数分で電話を終える。そんな父の様子を、三人は青ざめた顔で見ていた。本当に親父のことを呼んだのか？そうだよ。仕事で忙しくしてたみたいだが、すぐに来てくれるそうだよ。マジで言ってんのか？お前、親父とどんな関係なんだよ。実は昔からの知り合いなんだ。詳しいことは組長さんが来てから聞くといい。私も全く頭が追いついていなかった。今まで父がヤクザの組長と知り合いだなんて聞いたことがない。もしかしたら父は組長に連絡するふりをして、警察にでも電話をしていたのだろうか。そんなことを考えていた。それから10分もしないうちに私たちの元に黒塗りの高級車がやってくる。その車を見た3人は一気に青ざめる。車は私たちのそばに停車し、中から恰幅のいい男性が姿を見せた。その男性は父と同い年くらいで、見るからに警察ではない。腕には大きな入れ墨もあって、ドラマなどで見るようなヤクザっぽい見た目をしていた。久しぶりだな。まさかお前から呼び出しがあるとは思わなかったよ。すまないな。仕事中に呼び出しちまって。いや、うちの組員が迷惑をかけてるみたいで、逆にすまなかったな。どうやらこの男性が清水組の組長のようだ。仲良さげに話す二人を見て、私は開いた口が塞がらなかった。お父さん、本当に組長さんと知り合いだったの？まあな、こいつは昔の仕事仲間でもあるんだ。父は頭をかきながら衝撃の事実を明かしてくる。これには三人も驚いていた。仕事仲間？じゃあお父さんは？今までみゆきには明かしていなかったんだが、俺はみゆきが生まれたばかりの頃まではヤクザとして働いてたんだ。こいつは俺の中学時代の同級生で、昔からの付き合いだったんだよ。そうだったの？
あまりにも現実味のない話に、私はすぐに信じることができなかった。すると今度は、組長が口を開く。俺が君のお父さんと中学時代からの同級生だっていうのは本当なんだよ。お父さんとは一緒に組織を作ろうって約束してた時もあったんだ。まあ、当時は別の組織で働いてたんだけどね。組長は私を怖がらせないようにするためか、優しい口調で話してくれる。この話しぶりからして、嘘をついているようには見えなかった。私は父の過去が気になって仕方がなかったが、今はそれよりも事故の件が先だ。組長はすっかり小さくなっている三人に視線を向ける。先ほどの優しい表情とは変わって、鬼の形相に変化した。お前ら、一体何をやらかしたんだ。車を見たところ、お前らがぶつかったようにしか見えないが。違うんです。この人たちの車が急停止して、俺らも避けられなかったんですよ。もちろんわざとぶつかったとかじゃないですから。彼らは必死にごまかそうとするが、ここで父は組長にドライブレコーダーの映像を見せ始める。そこにはしっかり証拠が残っていたので、三人はごまかすことができなくなってしまった。彼らが嘘をついていたことがわかると、組長はさらに怒りを大きくさせる。俺に嘘をつくとは、お前らいい度胸してんじゃねえか？俺は嘘つく人間が一番嫌いだって言ってたよな。すみませんでした。その感じだと今までも散々やらかしてるんじゃねえか？そんなことはありませんよ。だったら証明してみろ。え？お前らの車にもドライブレコーダーはついてただろ？今すぐそれを確認させてもらう。そう言うと、組長は彼らの車の中へと歩いていく。その様子を彼らはひどく青ざめた様子で見ていた。それからしばらくして組長は、私たちの元へ戻ってくる。組長は鬼の形相をしながら三人を一人ずつ殴り始めた。あまりの威力に三人は地面に倒れ込んでしまう。金髪男は拳が思い切り鼻に当たって鼻血まで出していた。お前ら今まで軽く十件はやってるみてえじゃねえか。しかもその中には俺が懇意にしてもらってる佐藤さんの車も見つかったぞ。佐藤さん？佐藤さんというのは組長の近所に住んでいるおばあさんのようだった。佐藤さんは学生時代から目をかけてくれ、面倒を見てもらったこともあったらしい。片親で一人でいることが多かった組長にとっては恩人のような方だったようだ。もしかしてお前らが佐藤さんの旦那の遺産を奪ったのか？佐藤さんは車をぶつけられて500万は持ってかれたって言ってたな。組長の問いかけに三人は下を向いたまま黙り込んでしまう。彼らの様子を見るに図星だったのだろう。組長もそれを察したのか、再び三人を殴り始める。鼻血を出していた金髪男は一瞬気を失っていた。しばらく彼らを殴った後、組長は三人の近くに腰をかけて話し始める。どうして佐藤さんを狙ったんだ？ただ目の前を走っていたので、ノロノロ走ってるから邪魔だったんですよ。あ？そんな理由でぶつけたのか？するとサングラスの男はやけになったのか、組長を怒らせる発言をし始める。別にあんなばあさん、お会先短いんですからいいじゃないですか。年金もらってのんびり生きてるような社会のお荷物なんですし、俺らに金を出して逆に社会貢献ができたんじゃないですか。お前何言ってんだ。
俺らばっか責められるなんておかしいじゃないですか。俺らだって生きるために必死なんですよ。正直給料だってそこまで高くありませんし。つまり俺が悪いって言いたいんだな。もう少し羽振りが良ければ俺らだってこんな真似しませんよ。清水組は大きな組織だからもっと給料がもらえるのかと思ったら、その辺の会社員とほとんど変わりませんし。それはお前らが一人前の働きを見せてねえからだろ。俺は頑張ってる奴らには相応の報酬を与えてやってるつもりだ。だがお前らはどうだ。訓練は平気でサボるし、業務中に肩着を脅して金を騙し取ってんだろ。そんなクソ野郎に金を払いたいって思うかよ。組長の口調は冷静だが、怒りを大きくさせているのも伝わってきた。金髪男と長身の男はそれを察しているようだが、サングラスの男はすっかり感情的になってしまっている。俺だって毎日頑張ってますよ。うるさい上司にぐちぐち文句を言われて、やりたくない仕事をさせられて、そのくせ大した金ももらえなかったらやってられないじゃないですか。こんなんだったらじいさんばあさんを脅して金踏んだくった方がだいぶいい商売じゃないですか。親父だって目の前に金があったら欲しくなるでしょう。すると組長はそっと立ち上がって父の方へと視線を移す。何を言い出すのかと思いきや驚きの発言をする。お前もこいつら三人を締めるのを手伝ってくれねえか。どうやら俺一人じゃダメみたいだ。俺はもうヤクザじゃねえぞ。まあお前がどうしてもって言うなら手伝ってやっても構わねえけど、助かるよ。父と組長の会話を聞いていた三人はみるみるうちに青ざめていく。サングラスの男も先ほどの発言を後悔しているようだった。すると金髪男と長身の男はサングラスの男を責め始める。お前のせいで俺らまで巻き込まれることになったじゃねえか。責任持ってお前だけ殴られてろよ。は？お前らだって共犯だろ。一緒にボロ儲けして楽しんでたじゃねえか。こんな調子で三人は醜い言い合いを始める。そこに組長と父が立ちはだかる。すると三人はすぐに黙り込んだ。勝手に喧嘩してんじゃねえよ。せっかくなら俺らも仲間に入れてもらわねえとな。すみません、先ほどの発言は撤回します。俺も頭に血が上ってて。悪いが俺も頭に血が上ってるんだ。お前ら三人をボコボコにしねえと気が収まらねえんだよ。それから父と組長は三人を殴り始める。彼らも抵抗しようと必死に頑張っていたものの、あっけなく倒されてしまう。時間は10分も経っていなかったと思う。三人の顔は大きく腫れ上がり、少し動くだけでも痛いのか小さな悲鳴を漏らしていた。ボロボロになった三人のもとに組長はゆっくり近づいていく。すみませんでした。もう殴るのは勘弁してください。心から反省してます。これ以上殴られたら死んじゃいますよ。もう殴らねえよ。全く抵抗しない人形みたいなお前らを殴っても別に面白くねえからな。分かってると思うが、お前らは今日限りでクビだ。クビ？当たり前だろ。まさかこの先も働かせてもらえるとでも思ったのか？いや。突然のクビ宣告に三人はひどく落ち込んでいたが、これだけでは終わらなかった。お前らは故意に二人の車にぶつけたんだよな。まあ。じゃあ、慰謝料と修理代として500万、二人に支払え。500万、さすがに多すぎませんか？多くても100万くらいだと思いますけど。お前らは俺のダチに手を出したんだよ。
しかも佐藤さんにも迷惑をかけてたんだろう。本来だったらこの場で消してやりって気持ちなんだ。命は勘弁してくださいよ。だから金で罪を償えって言ってんだ。佐藤さんから奪い取った500万もきっちり返すんだぞ。でも金はもうありません。だったら働いて稼げばいい話だろう。わかりました。これで話が終わるのかと思いきや、組長は彼らにこんな質問を投げかける。それで金はどうやって集めるんだ。まさか片木から騙し取ろうとしてんじゃないだろうな。でも1000万集めるってなったらそれしか方法はないですよね。お前らは全く反省してねえんだな。組長は再び殴りかかるのかと思いきや、そうではなかった。もう3人を殴ったところで何も変わらないと思ったのだろう。これ以上被害者を生まないためにも、お前ら3人は俺が指定する場所でしっかり反省するまで働いてもらう。待ってください。その工場ってもしかして。ああ、坂本が経営している工場だよ。坂本がいれば、お前らも逃げ出すことはしないだろうしな。嫌です。昔、働かされたことありましたけど、寝る間も与えてくれなかったんですよ。そりゃお前らが仕事をサボろうとしたからだろう。お前らは坂本がいいって言うまで帰ってくるな。そんな。その工場は組長の知り合いでもある元ヤクザの組長が経営している工場とのことだった。働いている人も現役のヤクザだったり元ヤクザだったりする人がほとんどのようだ。それから3人は私と父に謝罪をして、どうにか許しを求めようとしてきたが、組長の考えは変わらなかった。こうして長い話し合いが終わり、私たちはひとまず車の修理をお願いすることに。詳細について聞かれたが、父は清水組のことがバレないように適当にごまかしていた。後日、父の元には約束の慰謝料と修理代が振り込まれたようだ。組長が言っていた額よりも少し多かったらしい。それから少し経った頃に、私と父は焼肉を食べに行くことに。久しぶりの高級焼肉に私はテンションが上がってしまった。今回の件で父の過去を知り、私の父に対する見方は大きく変わる。まさかお父さんが元ヤクザだとは思わなかったよ。でもどうして辞めちゃったの？それはみゆきを守ってほしいとお母さんに言われたからだよ。私の母は私を出産してすぐに亡くなっている。そこで父は危険な仕事は辞めて私をそばで守ろうと誓ったようだ。父と組長は一緒に組織を立ち上げる夢を持っていたが、父の事情を知って組長もその考えを受け入れてくれたらしい。俺にとって一番大事なのは家族だからな。家族のためだったら他は捨ててもいいって思ったんだ。そうなんだ。ま、こんな感じでダサい親父かもしれないが、俺は家族のためだったら何でもする。力でも負けないつもりだしな。そうだよね。この間のお父さん、すごく強かったもんね。私がそう言うと、父は少し照れたように笑う。これからは何かあったらすぐお父さんに相談するよ。私がまた悪い人に絡まれたら助けてね。もちろんだ。お父さんに任せてくれ。父は自分の胸を叩いて少し誇らしげな感じで言う。これまで父が私を大事にしてくれた分、これからは私も父を大切にしていきたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は吉田雄介、18歳の大学生だ。
俺にはマナミという同い年の彼女がいる。この日はマナミと夜景デートに出かけていた。景色を堪能し、二人で車へ戻ると、五人組の男に絡まれてしまう。おいおい、ここは俺らの島なんだぜ。勝手に車を止められちゃ困るんだけど。男たちは、俺の車を囲むようにして待ち構えていた。五人は30代前半くらい。五人とも、柄の悪い見た目をしていた。お前ら、のんきにデートでもしてたんか。ここの駐車場を使うんだったら、俺らの許可を取ってもらわねえと困るんだが。ここは自由に使える駐車場だと思うんですけど、俺らがダメだって言ったらダメなんだよ。お前は俺らより立場が低い雑魚野郎なんだから。はい。俺は男たちが何を言っているのかわからず、どう返答するべきか悩んでしまった。すると一人の男がマナミに注目する。うん、よく見たらお前の彼女、なかなかいい顔してんじゃん。あんた何歳なんだ？やめてください。マナミは下を向いて小さな声で拒絶する。男たちのことは怖かったが、大切なマナミを危険な目に合わせるわけにはいかない。俺はマナミの前に立ちはだかり、男たちから遠ざけた。俺の彼女には手を出さないでください。もし危害を与えるようなことがあれば、俺も出るところ出ますから。マナミを守るために必死に頑張った俺だったが、怖がっているのが男たちに伝わってしまったようだ。男たちは俺を見ながら笑い始める。お前、ビビってんだろ。体が震えてんぞ。恐怖のあまり、自分では気がついていなかったが、自然と俺は体が震えてしまっていたようだ。こんな情けない姿をマナミに見せてしまって、恥ずかしい気持ちになる。男たちにも勇敢に立ち向かえるような、かっこいい男だったら。だが、そんなことを考えていても仕方がない。俺はマナミを守ることに必死だった。どうしたら許してもらえるんでしょうか。俺らそろそろ帰らないといけないですし。駐車料金さえ払ってくれれば、今回は多めに見てやるよ。お前だって大事な彼女を俺らに奪われたくないだろう。それはもちろん。駐車料金は30万だな。お前はまだガキだし、今回は30万ポッチで我慢してやるよ。30万ですか。もちろん大学生の俺がそんな大金を持ち合わせているわけがない。普段から俺は最低限の金額しか財布に入れないようにしていた。なんだ、金持ってねえのか。お前、そこそこいい車乗ってるみてえだし、30万くらいは余裕で持ってると思ったんだけどな。この発言を聞いて、彼らの目的が金だというのが分かった。おそらくこんな調子で、様々な人に金を要求して回っているのだろう。俺が乗っていた車は、父親に買ってもらったもので、大学生にしては、なかなかの高級車だ。男たちも、羽振りのいい男なのではと期待していたのだろう。俺に金がないと分かると、五人はニヤニヤと、マナミの方を眺め始める。嫌な予感しかしなかった。金がねえんだったら、その代わりに、お前の女をよこしてくれよ。なかなか可愛い顔してるし、今日は俺らの相手でもしてもらうわ。お前だって、痛い目を見るのは嫌だろう。おとなしく女を置いて消えろ。すると、リーダー格の挑発男が、マナミに触れようとする。俺はその手を掴んで止めた。先ほども言いましたが、彼女に手を出すのは
俺が許しません。もし彼女を強引に連れて行くようでしたら、ここに警察を呼びますよ。ああ、警察だと。こんな山奥に警察が来てくれると思うか？仮に来てくれたとしても、サツが来る頃にはお前は俺らにボコボコにされてんぞ。下手したら埋められてるかもしれねえな。男たちの残酷すぎる発言に心臓の鼓動はさらに大きくなっていく。男たちの目はギラギラしていた。一人だったらこの場で逃げ出しているが、逃げるわけにはいかない。俺は胸の高鳴りを抑えながら男たちに立ち向かっていった。ここは誰でも自由に使っていい駐車場ですし、お金を要求されるのは納得がいきません。お金がないからといって彼女を差し出せというのももちろん納得がいきません。なあ、じゃあ金も女も渡さねえっていうのか？あ、はい。すると俺の目の前にいた男が勢いよく胸ぐらを掴んでくる。悪い子には罰を与えねえといけないな。そう言うと男は俺の顔面を思い切り殴ってきた。あまりの威力に俺の意識は一瞬飛んでしまう。俺は地面に倒れ込んでしまった。そんな俺をマナミは青ざめた顔で見ている。ユウスケ。男たちは倒れ込む俺の元に近づいてきて、驚きの事実を打ち明けてくる。お前も運が悪かったよな。よりにもよって声をかけられた相手がヤクザなんだもんな。ヤクザ。これまでの人生で俺はヤクザに出会ったことがない。目の前の男たちがヤクザだとわかり、俺は心臓が飛び出てしまうのではと思うほど怯えていた。お前もヤクザに逆らったら大変なことになることくらいはわかってるよな。命が惜しかったらここはおとなしく女を渡しておいた方が身のためだぜ。俺らだってお前みたいな雑魚野郎に時間を使うのは嫌だからな。おとなしく女だけ残して消えろ。男たちからは立ち去るように言われたが、マナミを置いて逃げるなんて考えは俺にはなかった。いえ、彼女を置いて俺だけ逃げるわけにはいきませんので。お前も強情な男だな。そんだけこの小娘に惚れてんだな。いやー、青春してるね。彼らは見下したかのような笑みを浮かべ、ゲラゲラと笑い始める。どうすればこの危機的状況から抜け出せるだろうか。そんなことを考え始めた時、男たちがマナミの方へと近づいていく。ちょっと、彼女に何するんですか？やっぱ若い女は最高だな。あんた、まだ10代だよな。男たちは、マナミの顔を覗き込む。すると一人の男が、マナミの服を引っ張り始めた。あんたの体、俺らに見せてみてよ。結構、いい体してんじゃない？このままでは、マナミが危ない。俺はとっさに立ち上がって、マナミに手を出そうとしている男に体当たりした。てめえ、何してんだよ。俺らの邪魔すんなよ。お前みてえな舐めた野郎は、痛い目を見てもらわねえと、わからねえようだな。すると男たちは、俺に殴りかかってくる。5対1では、もちろんかなうはずもなかった。倒れ込んだ俺に、リーダー格の男は、他の4人にこう命令する。ガキをボコって森に捨てろ。小娘は、星空の下で全員で回して遊ぶ。そんなの許しません。すでにほとんど体力のない俺だったが、立ち上がって止めに入る。しかし俺は再び男たちに殴られてしまった。
自分よりもはるかにがたいのいい男を5人に殴られ、俺は意識が朦朧としてしまう。なんとか意識は保っていたが、全身に激痛が走っていたせいで動けずにいた。そんな俺を無視して5人はまなみの方へと近寄っていく。それじゃあ邪魔者はおとなしくなったことだし、俺らの相手をしてもらおうか。俺は立ち上がって助けに行きたかったが動けずにいた。リーダー格の男がまなみに触れようとした瞬間、男のポケットから着信音が鳴る。男は邪魔されたのが気に入らなかったのか、大きな舌打ちをした。たく、いいところなのになんだよ。しかし、男はスマホに表示された文字を見た途端、表情を変える。あ、龍門寺さんじゃねえか。そういや、今日は会合の日じゃなかったか。そうだ、怒ってんのかな。男は緊張した面持ちで電話に出る。案の定、電話の相手は怒っており、男はきつく説教を受けていた。それから10分ほど電話が続き、男は電話を切った後、大きなため息をつく。龍門寺さんは説教が長えんだよな。スマホをポケットにしまうと、リーダー格の男は、再びまなみの方へと視線を向ける。まなみは、鋭い目で男たちを見つめている。いつもの穏やかで、優しいまなみとは違って、ただならぬ雰囲気を醸し出していた。もしかして、あなたたちの若頭は、龍門寺英介さんって方ですか？なんだ、龍門寺さんのことを知ってんの？まあ、何度か顔を合わせたこともあるので。いやいや、何ふざけた冗談言ってんだよ。龍門寺さんは、橋本組の中で、組長の次に偉い方なんだぞ。一般人がお目にかかれるような相手じゃねえんだよ。やっぱり、あなたたちは橋本組の人だったんですね。ああ、それがどうかしたのかよ。橋本組幹部、全員呼べ。まなみは5人を睨みつけながら、はっきりとした口調で言い放つ。こんな怖い顔をしたまなみを、今まで俺は見たことがない。また、まなみが言っていることも理解できずにいた。それは、5人も同じだったようだ。彼らも呆然としながら、まなみを見ている。いきなりどうしたんだ？もしかして、ヤクザに囲まれて気が狂っちまったのか？いいえ、私は至って正常ですが、あなたたちは、地獄を見る覚悟はできていますか？よりによって、私に絡んでしまうとは、運が悪かったですね。まなみはどことなく、余裕そうな感じだった。いきなり表現したまなみの様子に、5人も少し動揺しているようだ。この女、なんか気持ち悪いな。お前、なんでそこまで冷静なんだよ。それは、私が大倉組の組長の娘だからだと思います。橋本組の方たちだったら、もちろん、大倉組の存在は知っていますよね。大倉組？大倉組という名前を聞き、5人はみるみるうちに青ざめていくのが分かった。一方の俺は、大倉組という名前を聞いても全くピンとこない。もしかしたら、俺の知らないまなみが、そんなことを考え始めていた。すると、リーダー格の男が、俺に視線を向けてくる。どうやら、まなみが言っていることの真偽を確かめたいようだ。お前はこいつの男なんだろ？こいつが言ってることは事実なのか？すみません、俺にはさっぱり。俺がそう返答すると、まなみが会話に入ってきた。彼に聞いても無駄です。私の正体は周囲には明かしていませんから。まなみははっきりと言い放つ。その目を見る限り嘘をついてるようには見えなかった。しかし男たちの方は
マナミの発言に疑いを持ち始める。お前、俺らをビビらそうと思って嘘ついてんだろ。だよな。そもそも親父に娘がいる話だって聞いたことねえしな。お父さんは立場が上の組員にしか私のことは話していません。あなた方が知らないのも無理はないと思いますが。そんなこと言って俺らから逃げようとしてんのか。残念だが、今日はお前が俺らのおかずになるのは決定してんだよ。さっさと俺らを楽しませてくれよ。そう言って男たちはマナミに触れようとするが、マナミはその手を勢いよく振り払った。触るな。私に触れたら地獄を見るよ。マナミは鋭い目で男たちを睨みつける。その目は怒りで満ち溢れていた。なんだよ。謝罪でもしてくれるんだったらちょっとは多めに見てあげてもいいですけど、どうしますか？謝罪？なんで俺らが謝んなきゃいけないんだよ。そもそも俺らの島でデートなんかしてるお前らが悪いんだろ。そうですか。じゃあこれからお父さんたちを呼びますね。お父さん？おい、お前の父親はマジで大倉組の組長なのか？実際に見てもらえればわかると思います。そう言ってマナミはどこかに電話をかけ始める。その様子を男たちは緊張した面持ちで見ていた。おい、この女マジで組長さんの娘なのかな。マジだったらやべえんじゃねえの。でも大倉組の組長に娘がいる話なんて聞いたことねえし。男たちは電話しているマナミを見ながらひそひそと話している。マナミは3分も経たずして電話を終えた。これから大倉組の組員がここに来てくれるみたいです。お父さんも後から駆けつけてくれると言っていました。逃げずにここで待っていてくださいね。はあ、嘘だよな。嘘か本当かはこれからわかることです。冷静に対応するマナミを見て俺も理解が追いつかずにいた。驚くことにそれから1分も経たずして俺たちのそばに黒塗りの高級車が3台ほどやってくる。車の中からはこわもての男たちがぞろぞろと出てきた。はあ、マジかよ。5人はこわもての男たちを見て一気に青ざめる。どうやら彼らは大倉組の組員のようだ。中から一番長身の男が出てきて、その男は5人の元へ早足で近づいていく。大倉組の若頭じゃ。お前らお嬢に何してんだよ。お嬢、まなみさんは組長の娘だぞ。お前らは知らなかったのかもしれねえが、罰を受ける覚悟はできてるだろうな。待ってください。どうしてこんなに早く。これは俺も気になっていたことだ。山にある夜景スポットで、俺たちが住んでいる町からは離れた場所にある。するとここでマナミがその理由を語り始めた。実はユウスケがあなた方に殴られている間に組の人間に連絡を入れたんです。どうやら大倉組の組員たちはマナミからの連絡を受けて近辺で待機してくれていたようだった。俺が殴られている様子も証拠として陰で撮影してくれていたらしい。それからマナミは5人に大倉組組長の娘であることを証明するため、こうして組員たちに出てきてもらったようだ。俺はマナミが組長の娘だとは一言も聞いたことがなかった。呆然とする俺に、マナミは申し訳なさそうな顔を向けてくる。ごめんね、今まで隠してて。もし組長の娘だってことを知ったら嫌われちゃうかもって思って、なかなか言い出せなかったんだ。うん。この時の俺は返事をするので精一杯だった。マナミの正体を知ったからといって
嫌いになったわけではない。目の前で起こっている出来事についていくだけで必死だった。まなみ自身も隠し事をしていることに対して後ろめたい気持ちもあったのだろう。それと同時に俺が離れていくのではと不安な気持ちもあったに違いない。俺にも似た経験があったので、まなみの気持ちは痛いほどわかった。その一方で、男たちは若頭に詰められ、すっかり小さくなっている。先ほどまでの勢いは、すでになくなっていた。お前ら、お嬢にまで手を出そうとしたんだってな。すみません。でも俺らも、まさか組長さんの娘だとは思わなくて。んなこと関係ねえんだよ。今回の件は、親父にもしっかり報告させてもらうからな。待ってください。どうか組長さんには秘密にしてください。金だったら払いますから。ふざけんな。金だけで済むわけねえだろ。とにかくここで待ってろ。それから俺たちは、組長の到着を待つことに。俺は被害者だが、なんだか俺まで緊張してしまった。こうして10分ほど待っていると、駐車場に1台の高級車が猛スピードでやってくる。俺たちのそばに止まり、中から恰幅のいい男性が姿を見せる。こわもての組員たちもなかなかの迫力だったが、その男性は彼らとは違った迫力があった。その男性は、まなみの父親でもあり、大倉組の組長でもある方のようだ。組長は鋭い目を向けながら俺たちの方へと近づいてくる。5人は組長の方を見ながらガタガタと体を震わせていた。一体何があったんだ。事件に巻き込まれてるとしか聞いてねえが。組長はまなみから簡単にしか話を聞いていなかったようだ。そこでまなみは5人が俺たちに絡んできたこと、まなみに手を出そうとしたこと、俺を殴ってきたことなど、これまでの出来事を説明。事情を知った組長は、一呼吸を置いた後、五人のそばに近づいていった。お前ら、うちの娘に手を出そうとしたのか。申し訳ありません。俺ら組長さんに娘がいることさえも知りませんでした。だから何だって言うんだよ。女をおもちゃにしようとしたことには変わりはねえだろう。うちでは素人の女に手を出すのはご法度なんだ。うちの掟を破ったお前らには、ちゃんと罰を与えねえとな。でも、俺らは大倉組の組員ではありませんし、お前らはうちの傘下だろ。俺らが懇意にしてやってんだから、うちの掟に従うのが礼儀ってもんだろうが。あの、罰とは何でしょうか。もしかして山に埋めるとか。お前らの安い命なんていらねえよ。お前らには一人1億の罰金を支払ってもらう。1億回収するまで徹底的に監視してやるからな。1億、組長の娘に手を出そうとしたんだから当然だろうが、金だけで勘弁してやるだけ感謝しろ。そんな。1億なんて普通の人間には到底集められる金額ではない。5人は涙目になっていた。すると5人はその場に膝をつけて組長に土下座をし始める。娘さんに手を出そうとしてしまったことは謝ります。どうか罰金の額を減らしていただけないでしょうか。実は俺ら借金もあって1億を用意するなんて無理なんです。もちろん可能な範囲で誠意は示そうと思いますので。5人は必死に許しを求める。そんな5人に組長はこんな提案を持ちかける。だったらお前らの組長に頼んでみたらどうだ。悪いがお前らの勝手な事情で罰金の金額を減らすつもりはない。お前ら自身で金が用意できねえんだったらお前らの組長にでも頼んでみろ。組長ですか。なんだ、嫌なのか。実は俺らつい最近問題を起こしたばかりで、組長からは次に何かやらかしたらクビだって言われてるんです。ああ、
一体何をやらかしたんだ。すると男は下を向いたまま過去の悪事について語り始める。どうやら5人は集団で親父狩りをして、片木から金を騙し取ったり、5人で結託して詐欺行為を働いたりしていたらしい。そのせいで彼らが所属する橋本組は警察に目をつけられてしまい、しばらく目立った活動ができなくなってしまったようだ。その際、5人は組長から数百万の罰金も要求されたらしい。問題を起こしたせいで給料もほとんどもらっていないようだった。そんな事情で俺が多めに見てやるとでも思ったか。問題を起こしたのはお前らの自業自得だろうが。そうですが、組長に頼れねえんだったらお前ら自身で払うしかねえな。金はいつまでに用意できる。組長からの問いかけに5人は黙り込んでしまう。連絡だけでもしてみたらどうだ。可能性は低いかもしれねえが、助けてくれるかもしれねえぞ。あいつは組員は家族みたいだっていつも言ってたしな。家族？そうだ、もしかしたら親父だったら助けてくれるかもしれねえ。お前、親父に連絡してみろよ。なんで俺が。すると5人は誰が自分たちの組長に連絡するかで揉め始める。言い合いを始める5人に若頭がカツを入れた。ごちゃごちゃうるせんだよ。これ以上親父の時間を無駄にさせんな。連絡すんならとっととしろや。すみません、すぐ連絡します。若頭に怒鳴られ、一人の男が組長に電話をかけ始める。男は俺たちにも聞こえるように電話の音量を上げて話し始めた。親父、ちょっと助けていただきたいのですが。助ける？何があったんだよ。こんな時間に電話なんかかけてきやがって。すみません。とりあえず話してみろ。それから男は自らの悪事について説明し、大倉組から1億を要求された旨を打ち明けた。事実を知った橋本組の組長は大激怒、大声で怒鳴り始めた。お前ら、いつも懇意にしてくださってる大倉組になんて真似してんだ。お前らは今日限りでクビだ。もう二度と俺に顔を見せんな。俺の顔に泥を塗りやがって。クビ、冗談ですよね。冗談なんかじゃねえよ。もし目の前にお前らがいたら締め上げて海に沈めてるわ。命を奪われなかっただけ感謝しろ。じゃあもう二度と俺の前に姿を見せんじゃねえぞ。待ってください。そのまま組長は電話を切ってしまう。組長から首を言い渡された5人は困惑した顔でお互いの顔を見合っていた。おい、どうすんだよ。仕事まで失っちまったら金も用意できねえ。5人はひどく焦り始める。すると5人はどうにか許しを求めようと思ったのか、組長とまなみに向かって土下座をした。この度は失礼な態度をとってしまい申し訳ありませんでした。どうかもう少し多めに見ていただくことはできないでしょうか。もちろんできる限りのことはさせていただきます。するとここでまなみは何かを思い出したかのようにハッとした顔をする。そういえばこの近辺って最近若いカップルや女性が男たちに絡まれる事件が頻発してたよね。もしかしてその犯人ってあなたたちなんじゃないですか。まなみの問いかけに男たちは明らかに動揺していた。しかしこれ以上罪が増えるのが嫌だったのか、男たちは首を横に振る。違います。多分俺らに似てる男たちの仕業じゃないですかね。ごまかそうとする男たちだったが、組長は
彼らの嘘を見抜いていたようだ。本当はお前らが犯人なんだろ。長いことこの世界で生きてると人の嘘が簡単に見抜けるようになるんだよ。俺はな、嘘が一番嫌いなんだ。ここで正直に白状してくれるんだったら罰金1億だけで勘弁してやる。もし嘘を貫くって言うんだったら、お前ら5人はここで消えてもらう。どうする？組長からの究極の質問に5人は諦めきったかのように罪を認めた。やはり犯人はこの5人で間違いなかったようだ。どうやら5人は過去に10組ほどの観光客に絡んで実際に手まで出していたらしい。事実を知った組長は一人ずつ順番に殴り始める。しばらく組長は5人を殴り続け、彼らはすっかりボロボロの姿になってしまった。お前らは女は何だと思ってんだ。お前らの欲を満たすための機会じゃねえんだぞ。すみませんでした。謝るのは俺じゃなくて女性たちに対してだろ。俺はお前らみてえな男が大嫌いなんだ。この時の組長は今までの冷静な態度とは変わってかなり感情的になっていた。これには組長の過去が関係しているようだ。組長には30代の時に妻がヤクザの男に乱暴され、妻は精神を病んで亡くなってしまったという過去があったらしい。その男にはすでに制裁を与えたようだが、罰を与えたところで妻が戻ってくるわけではない。妻を失ってしまった悲しみは今でも癒えてはいないのだろう。そんな過去を持っているからこそ余計に彼らが許せないのだろう。お前らのことは俺が一生面倒を見てやる。これから先は一生地獄が続くと思え。俺らに何をさせる気なんですか？俺が命令することは何でも従ってもらう。使い物にならなくなったら消えてもらうこともあるかもしれねえな。組長の言葉に5人はさらに青ざめる。その後必死に許しを求める5人だったが、もちろん組長の考えが変わることはなかった。それから5人は組長の命令で大倉組の車に乗せられていく。5人がいなくなった後、組長は俺のそばにやってきた。怪我は大丈夫か？はい。いつもマナミから話は聞いてるよ。俺はこんな男だが、マナミはとっても優しい子だ。どうかこれからもよろしく頼むよ。そう言って組長は目を細めて笑いかけてくる。その目はとても優しかった。大倉組の組員たちがいなくなった後、俺とマナミは車へと戻る。怪我はしていたが、すでに痛みは引いていた。車内に入るとマナミは涙目で俺に頭を下げてくる。今まで黙っててごめんね。私のこと嫌いになったよね。ずっと言わなきゃとは思ってたんだけど、嫌われるのが怖くて。もちろん嫌ってなんかいないよ。俺はマナミの優しいところが好きになって付き合いたいって思ったんだ。これからもっとマナミのこと知りたいとも思ってるよ。本当？俺もマナミの気持ちちょっとわかるし、実は俺もマナミに話していなかったことがあった。俺の父親はそこそこ名前の知れている企業の社長をやっている。豊かな生活を送ってきた俺だったが、そのせいで嫉妬されて嫌がらせを受けることもあった。周りとうまく馴染むことができない辛さは俺にもわかる。俺たちは似たような境遇だったこともわかり、この日をきっかけにさらに距離を縮めた。これからはお互い隠し事はなしにしようとも約束する。マナミにはなんとなく不思議な縁のようなものを感じる。もっとお互いのことをよく知り、より良い関係を築いていきたいと思う。
ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は栗原真由。私には夫と来年から中学生になる息子がいる。この日は息子の卒業式。式の帰りにママ友と話していると、同じクラスの香織というママ友に声をかけられ、離れた場所へと連れて行かれた。何か大事な話でもあるのかと思いきや、なんと彼女は私に水筒のお茶を頭からかけてきたのだ。ちょっと何するんですか？いきなりお茶をかけるなんてひどいですよ。ひどいのはあんたの顔でしょ？バッチリ決めてた化粧も取れちゃってひどい顔になってるわよ。それにせっかくの高いお洋服も台無しね。香織さんはびしょ濡れになった私を嬉しそうに見つめている。正直香織さんに呼ばれた時から嫌な予感しかしていなかった。彼女はなぜか私に敵対心を持っている。息子同士が同じクラスになって関わるようになってからというもの、彼女からは嫌がらせばかり受けていた。陰で嫌味を言われたり、根も葉もない噂を流されたり、名誉毀損に当たるのではと思うほどの嘘を流されたこともある。この小学校ではボスママ的存在の香織さんだったが、他のママ友達も彼女には嫌気がさしているようだった。表では仲良くしながらも、みんな深く関わらないようにしていたようだ。香織さんは私だけではなく、気に入らないママ友がいれば徹底的にいびる。彼女の嫌がらせのせいで引っ越ししてしまった家族もいるらしい。救いだったのはみんな香織さんではなく私を信じてくれていたこと。香織さんから噂を流されてもみんな翻弄されずに私と仲良くしてくれていた。もしかしたらそのことも気に入らなかったのかもしれない。だがいくら気に入らないことがあったとしても、お茶をかけるなんてあまりにもひどい。香織さん、いくらなんでもお茶をかけるなんてひどすぎます。どうしていつも私に嫌がらせをするんですか？あんたがボスママの私よりも目立とうとしてるからでしょ？いつも高そうな服を着て周りに自慢してるし、あんたの息子だって学校で随分と調子に乗ってたみたいじゃない？もちろん私は周囲に自慢をするようなことはしていない。おそらく香織さんは自分よりも私が他のママ友と仲良くしているのが気に入らないのだろう。香織さんは何事も一番ではないと気が済まない性格だ。自分よりも目立っている人間がいると徹底的に潰そうとする。また私の息子は常に勉強を頑張っていたこともあって、学校ではいつもトップの成績だった。親バカかもしれないが、顔立ちも整っている方で、スポーツも万能だったので、女子からも人気だ。香織さんにも息子がいるのか、彼女の息子もうちの息子と同じようにサッカー部に入っていた。香織さんはエースの座をうちの息子に取られたのが気に入らなかったようだ。だがそれは実力によるものなので、親がどうこう言っても仕方がない。香織さんに反論しようとした時、彼女は急にスマホを取り出して、なぜか私の写真を撮り始める。何がしたいんですか？あんたの惨めな姿を写真で収めておこうと思ってね。そうだ、せっかくだし記念にツーショットでも撮りましょうよ。そう言うと香織さんは私の隣に来て一緒に写真を撮り始める。香織さんは私よりも8歳年が離れており、40歳を迎えている。
いい年をして何をやっているんだと心底呆れてしまった。そんなことして何が楽しいんですか？小学生の子供でもそんな馬鹿げた嫌がらせなんてしませんよ。今日であんたと会うのは最後になるかもしれないし、今までの恨みを晴らしておこうと思ってね。ついでにこれまでの真実も暴露してやろうと思ってあんたをここに呼び出したのよ。真実って何ですか？あんた息子に最新のゲーム機を買ってやったでしょ？あのゲーム機が急になくなったって息子から言われなかった？息子は持ち歩いていたら知らない人に盗まれたって言ってましたけど。母親にはそう言ってたのね。何か知ってるんですか？実はそれ、私が盗ませたのよ。あんたが息子の誕生日に買ってやった最新のゲーム機はリサイクルショップで売ってやったけどね。は？なんと彼女は自分の子供を使って息子が持っていたゲーム機を強奪させていたというのだ。ちなみに私が息子に買ってあげたゲーム機はキャラクター限定デザインのもので今はもう販売していない。息子はゲーム機をなくしてかなりショックを受けていた。さらに息子は香織さんの息子から脅されていたことも発覚。もし母親の私に盗みのことを言えば私に危害を与えるとまで言っていたらしい。心優しい息子は私を心配して本当のことを言えなかったようだ。さらに他にも香織さんは自分の息子を使ってうちの息子に軽い怪我をさせていたことも発覚。思い返してみれば息子は怪我をして帰ってくることが多い時期があった。それも彼女が自分の息子に命令してやらせていたらしい。私だけならまだしも子供を巻き込むなんて許せない。私の怒りはふつふつと大きくなっていった。子供は関係ないじゃないですか。さすがに息子を傷つけたことは許せません。きちんと謝罪してください。謝ったところで何も変わらないでしょ。もちろん謝罪する気もないしね。香織さんは私の方を見ながらヘラヘラと笑っている。その姿を見てさらに私の怒りは大きくなっていった。卒業式にあんたの惨めな姿が見られて嬉しかったわ。素敵な写真も撮れたしね。そう言って香織さんは先ほどの写真を見せてくる。どうして人の嫌がることばかりするんですか？あなたはもう立派な大人でしょ？泣く姿が尺に触ったの？ヤクザの兄がいる私を怒らせないで。ヤクザの兄ね。これ以上私を怒らせたらヤクザの兄を呼んじゃうよ。あんただってヤクザに消されるのは嫌でしょ？お兄さんを呼んだところで地獄を見るのはあなたの方だと思いますけど。だったら本当に呼んであげようか。兄に相談してあんたの家族ごとぶっ潰してもらおうかしら。勝ち誇ったかのように声を上げて笑う香織さんを見て私は我慢の限界を迎えた。そっか、正門でこわもて組員50名と待ってる。はあ？お兄さんを呼ぶんだったら私たちも組員と正門で待ってますね。いやいや、組員って何言ってるのよ。もしかして気が狂っちゃった？そうだ、今まで私を怒らせた罰として慰謝料500万を払ってよ。そうしたら兄には内緒にしておいてあげる。その話も正門でしましょう。え？本当にお金を用意してくれるの？まあ話だけは聞いてあげます。とにかく正門前で待っています。そう言って私はその場から立ち去った。何も知らずに金が手に入るかもしれないと喜んでいる彼女だったが、これから地獄を見ることは間違いない。私はすぐに準備をして
正門前で待っていた。10分ほど待機していると、香織さんが姿を見せる。私の姿だけを見て、にやりと嫌な笑みを浮かべた香織さんだったが、一瞬にして、その表情を青ざめていく。なんなの？彼女は私の背後を見て、言葉を失っていた。なぜなら私の背後に、50名の男たちが、ぞろぞろと現れたからだ。その中には、私の夫もいる。こわもての男たちが勢ぞろいし、あたりはちょっとした騒ぎになっていた。しかし夫は、事前に教師たちへ許可を取ってくれている。教師も夫には、何も反論ができなかったようだ。私は唖然とする香織さんのもとへと近づいていった。約束通り仲間を連れてきましたよ。香織さんもヤクザのお兄さんを連れてきてくれるんでしたっけ？ちょっと、この男たちは誰なのよ。私の仲間たちですけど。仲間？いや、厳密に言うと、夫が組長を務めるヤクザの組員ですね。ヤクザ？しかも組長ってどういうこと？そんな話聞いたことないんだけど。香織さんは状況を把握できずに大慌て。ここまで彼女が焦っている姿は初めて見た。実は周囲にはあえて話していなかったんですけど、私の夫は近藤組というヤクザの組長なんです。組長？あんな優しそうな見た目をしてるのに？人は見かけによらないって言うじゃないですか。ああ見えてもヤクザとして働いている時は鬼のように怖いみたいですよ。え？すると私たちの元に夫も近づいてくる。卒業式の時は穏やかな表情をしていた夫だったが、この時は険しい表情をしていた。夫は香織さんを鋭い目で睨みつけている。あまりの威圧感に香織さんも圧倒されているようだった。あんた、妻にお茶をぶっかけてきたみてえだな。俺が買ってやった服を台無しにしやがって。もちろん責任は取ってくれるんだろうな。すみません。先ほどまでの大きな態度を取っていた香織さんだったが、夫の迫力にすっかり小さくなっていた。組長さんの奥さんに失礼な態度を取ってしまって申し訳ありませんでした。もう二度と同じような真似はしませんので。なんだ、謝罪だけで許してもらえるとでも思ってんのか？しかもあんた、今日だけじゃなくて、今までもうちの家族に嫌がらせをしてたみてえじゃねえか。こっちは全部聞いてんだぞ。申し訳ありません。でも子供がしたことなので。あ？子供に責任を押し付けようってのか？そもそもお前が自分の息子に命令してやらせたんだろ？ごまかしたって無駄なんだよ。すみません。夫の脅しに、香織さんは今にも泣きそうな顔をしている。この場で話し合いを続けていたら、周囲から注目を浴びてしまう。下手したら警察も来てしまうのではと思ったので、私は一旦夫を止めた。あなた、ここで話し合ってたら警察が来てしまうかもしれないわ。一旦香織さんのことを近藤組の事務所に連れて行ったら。彼女とは他にも話したいことがあるし。そうだな、もちろん来てくれるよな。え？すると香織さんは泣きそうな顔を私に向けてくる。この場で見逃してほしいと目で訴えかけているのが分かった。しかし、ここで逃すつもりはない。私はこれまでの鬱憤も晴らすつもりでいた。夫の命令は絶対です。香織さん、おとなしくついてきてくれますよね。私は満面の笑みで彼女に言い放つ。すると彼女は泣きながら、私に頭を下げてくる。さっきのことは申し訳ないと思ってるわ。私もどうかしてたんだわ。洋服ももちろん弁償させてもらうから許してくれない？今までのことだってちゃんと謝るし。
涙声で訴えかけてきたが、もちろん私の気持ちは変わらなかった。私だけならまだしも、息子にまで危害を加えたあなたを簡単に許すことはできません。ほら、ここで話をしていても、拉致が飽きませんから、一緒に行きましょう。そんな。それから私たちは、泣いている香織さんを連れて事務所へと向かうことに。当然、子供を巻き込むわけにはいかないので、子供たちは他のママ友に預かってもらうことにした。事務所は小学校から車で15分ほどの距離。私たちは事務所の一番広い部屋で話し合うことにした。事務所には100名ほどの組員がいて、香織さんはヤクザに囲まれる形で正座をさせられる。香織さんはヤクザたちから鋭い目で睨まれ、今にも泣きそうな顔をしていた。そんな彼女に夫はこれまでの悪事を暴露させる。あんた、今まで妻と息子に何をしてたのか正直にすべて吐け。もし少しでも嘘をついたら俺が容赦しねえ。下手すれば命はないと思え。え？じゃあこれまで何をしてきたのか話してくれ。わかりました。それから香織さんは震えた声でこれまでの悪事について語り始める。香織さんは息子に対しても嫌がらせをしていたが、私に対する嫌がらせは度を越していた。私が夫に買ってもらった高級車を金属バットで殴ったり、私の家に30万分のデリバリーを注文してきたり、さらにひどい時には卵アレルギーの私にこっそり卵を食べさせようとしたこともあった。その時は私が匂いで気づいたこともあって阻止できていたが、下手したら私は命を落としていたかもしれない。また駅で電車を待っている私を突き飛ばそうとしてきたこともあった。香織さんは命に関わるようなことを平気でやってくるような人間だ。これまでの私に対する嫌がらせが明るみになり、夫はひどく怒っているのが分かった。マユ、なんで今まで俺に相談してくれなかったんだ。そりゃあなたに相談すれば一発で解決すると思ったけど、騒ぎを起こすのも嫌だったから。それに家族思いのあなただったら彼女に何をするか分からなかったから、少し怖かったのよ。なるほどな。私が言っていることは嘘ではない。あまりにもひどい嫌がらせに私もへきへきとしていたが、やはり騒ぎを起こしたくないという気持ちが大きかった。周囲にも夫がヤクザの組長であることは言っていなかったので、事実が明るみになれば周りから人が離れていくのでは、そんな不安もあった。実際前住んでいた場所では組長の妻であることはバレて、自然と距離を置かれるようになってしまったことも。そのせいで息子も悲しい思いをしていたので、どうしても不安だったのだ。しかし私の我慢は限界に達してしまった。周囲にバレるリスクを冒してでも彼女に制裁を与えてやりたい、そんな気持ちが強くなっていた。あんた、これまでよくも俺の大事な家族に好き勝手やってくれたな。俺の家族に何の恨みがあるって言うんだよ。夫は香織さんに眼を飛ばしながら言い放つ。香織さんの体は小刻みに震えていた。すみません。ただ、まゆさんのことが気に入らなくて。あ？まゆが何をしたって言うんだ？学校で若くて綺麗な母親がいるって話題になってて、男性の教師からも評判が高かったので、まゆさんに嫉妬しちゃったんです。転校してきて、後からグループに入ってきたのに、他のママ友ともすぐ馴染んでいたので、そんなくだらねえ理由で、うちの家族に迷惑ばっかかけてたんだな。申し訳ありませんでした。ここで私は夫に補足してあげることに、香織さんは
私だけじゃなくて他のママ友に対しても同じように嫌がらせをしてたの。きっと自分が一番じゃないと気が済まない性格なんでしょうね。彼女のせいで引っ越してしまったママ友もいたらしいわよ。香織さんのお兄さんはヤクザみたいだし、そのママ友もヤクザが怖かったんでしょうね。ヤクザね。すると夫は顎を触りながら香織さんの方をジロジロと見る。あんたの兄貴はうちの元組員だったよな。え、そうなんですか。どうやら香織さんは自分の兄がどこの組織に所属しているのか全く知らなかったようだ。彼女は目を丸くして驚いている。一方の私は香織さんの兄が近藤組の元組員であることは夫から聞かされていた。しかし学校でその話題に触れてしまえば私が組長の妻であることが周囲に広まってしまう。香織さんとはあえて知らないふりをして付き合っていた。あんた兄貴がどこのヤクザにいるのかも知らなかったのか。知りませんでした。兄からはヤクザの組織に入ったとしか聞いていなかったので。あんたの兄貴は今もヤクザをやってるのか。兄からはそう聞いていますが。とりあえずあんたの兄貴をここに呼んでくれねえか。今日はあんたの兄貴とも話がしたくてあんたをここに呼んだんだ。わかりました。それから香織さんは震えた手で兄に電話をかける。電話越しの声が聞こえてきたが、香織さんの兄は近藤組という名前を聞いてひどく動揺しているのが分かった。近藤組の組長が俺を呼んでる？お前マジで言ってるのか？なんかヤバそうだからおとなしく来た方がいいと思う。多分お兄ちゃんが来てくれないと私も解放してくれないっぽいし、早く来てよ。バカ言うな。言ったら俺が消されるだろう。適当なこと言ってごまかしておけよ。するとここで夫が香織さんのスマホを奪って電話を代わった。適当にごまかすだと、お前俺から逃げられるとでも思ってるのか。こっちは調べればお前の居場所なんてすぐにわかるんだよ。組長。30分以内に事務所に来い。もし逃げたら明日お前のところに行って海に沈めんぞ。わかったな。はい。香織さんの兄も夫には逆らうことができなかったのだろう。それから20分ほどで事務所に姿を見せた。彼女の兄はがたいもよく、いかつい見た目をしている。目つきが香織さんとよく似ていた。お久しぶりです。何が久しぶりだよ。こっちはお前のせいでかなり迷惑してんだけど。何のことでしょうか。とぼける彼女の兄を夫は思い切り蹴り上げた。あまりの威力に香織さんの兄は地面に倒れ込んでしまう。香織さんは小さな悲鳴を上げていた。お前一年前に破門になったくせに今も近藤組の名前を語ってるみてえだな。うちの名前を使って仇から金を騙し取ってるんだって。なんでそのことを。調べりゃすぐにわかるんだよ。すみません。破門になってから金がなくなってしまって。まあそれよりももっと許せねえことがあるんだ。なんでしょう。お前龍ヶ崎にうちの機密情報を流したよな。何を言ってるんですか。俺は近藤組を裏切るような真似はしてませんよ。別の誰かじゃないですか。こっちは龍ヶ崎の人間から証言も得てるんだが、もちろん機密情報を手にした男は海外に飛ばしてやったけどな。え？夫の言葉に香織さんの兄は一気に青ざめる。夫が話していることは事実なのだろう。ひどく動揺しているのが分かった。犯人はお前なんだよな。夫は語気を強めて香織さんの兄に問いかける。
すみませんでした。言い逃れできないと思ったのか、香織さんの兄はその場で土下座をし始めた。お前、なんでうちの情報を流した？申し訳ありません。どうしても波紋になったことに納得がいかなくて。あ？波紋になったのはお前の自業自得だろうが。うちの金を横領したんだぞ。波紋だけで済んで逆に感謝してほしいくらいなんだが。でも、盗んだのは10万程度じゃないですか。それくらいで波紋なんて。すると夫は、香織さんの兄の胸ぐらを勢いよく掴んだ。10万ポッチだから何だって言うんだ？お前が俺を裏切ったことには変わりはねえだろ。あの後、お前は俺に謝罪の一言でもあったか？ふてくされて事務所を出て行っただろ。あの時はすみませんでした。俺も頭に血が上ってて。まあ、横領のことは別にどうでもいい。組の情報を流したことに関しては許せねえから。お前にはけじめとして、10億請求させてもらう。うちで働いて返してくれ。わかったな。ちょっと待ってください。さすがに10億はやりすぎじゃないですか？ああ、こっちは組員が5人も大怪我してんだぞ。だったらお前も同じようにこの場で両手足をへし折ってやろうか？それか目玉をくり抜いてやってもいいが？やめてください。夫の脅しに、香織さんの兄はついに泣き出してしまう。情けない兄の姿を香織さんは黙って見つめていた。それから彼女の兄は他の組員たちによって別室へと連れて行かれてしまう。これから一生近藤組の下っ端ヤクザとして使われることになってしまうのだろう。残酷な結果に終わってしまったが、自業自得なので仕方がないと思う。兄への制裁が終わると、今度は香織さんの方へと夫は視線を向けた。香織さんはびくっと体を震わせる。すみません。どうか命は勘弁してください。私には夫と子供がいるんです。もう絶対に組長さんのご家族には関わりませんので。わかった。じゃあ金輪際、妻と息子の前には姿を見せるな。もし一度でも姿を見せたら、お前の命はないと思え。わかりました。絶対に約束は守ります。じゃあ、これで私は。香織さんは早く解放してもらいたくて仕方がないのだろう。しかし、彼女への制裁はこれで終わりではないようだ。おい、まだ話は終わってねえぞ。今回の件はあんたの旦那にもしっかり報告しねえとダメだろ。ここにあんたの旦那を呼んでくれよ。旦那は。すると香織さんは何か話しづらそうな顔をする。思い返してみると、香織さんの旦那は卒業式には来ていなかった。てっきり仕事の都合で来られなかったのかと思いきや、そういうわけではなかったようだ。実は旦那とは別居状態になっていまして、ここに呼べる状況ではないんです。だったらすぐに電話で報告しろ。そんなことしたら。従わねえんだったらお前も兄貴と同じ道をたどることになるぞ。わかりました。それから香織さんは自分の旦那へ電話をかけ始める。旦那の方は仕事中だったようだ。香織さんは周囲にも聞こえるようスピーカーモードにして話し始めた。お前はまた人様に迷惑をかけたのか。違うのよ。今回はたまたま相手が悪くて。お前、これで何回目だ。やっぱお前のような女とはやっていけない。離婚は決定だな。待ってよ。私の話を聞いてほしいの。お前と話すことなんて何もないよ。その場にいる組長さんたちにも謝っておいてくれ。後で離婚届を郵送するからサインも頼んだぞ。ちょっと待って。彼女の旦那もきっと我慢の限界だったのだろう。この様子だと
今までの尻拭いも、すべて彼女の旦那がやっていたのだと思う。旦那から離婚を言い渡されてしまった香織さんは、その場で呆然としていた。そんな香織さんのもとに、夫がゆっくりと近づいていく。この先、二度と俺たちの前に姿を見せなければ、お前には何もしない。ただし、一度でも姿を見せたら、お前の命はないと思え。わかったか？はい。香織さんは静かに涙を流していた。この場で夫に見捨てられてしまった彼女が、少し不憫にも思えたが、これまでの言動を考えれば、当然の報いだろう。すると夫は、香織さんに私への謝罪を促す。お前、俺の妻に言うことがあるよな。はい。まゆさん、今まで嫌がらせばかりしてしまって申し訳ありませんでした。もう二度とあなたたちの前には姿を見せませんので、どうかこれまでのことはお許しください。私は何も答えず、ただ黙って彼女を見つめていた。言葉で謝罪をされて、簡単に許せる問題ではなかったからだ。これで長い話し合いは終了し、香織さんは自宅へと帰っていく。その後ろ姿はまるで魂が抜けているかのようだった。それから間もなくして、香織さんは旦那と離婚してしまったと噂で耳にする。彼女の息子は子供の希望で父親へと親権が渡ったようだ。息子も母親の言いなりにされて、これまでたくさん嫌な思いをしていたらしい。家族を失った香織さんは遠方の土地へ引っ越し、一人寂しく過ごしているとのこと。両親を頼ることもできず、ギリギリの生活を送っているようだ。一方の私は香織さんがいなくなり、ストレスのない日々を過ごすように。今回の件で夫の正体がバレてしまったが、みんなこれまで通りの付き合いを続けてくれている。むしろ香織さんを制裁したことで感謝までされているくらいだ。みんな、あなたに感謝してもしきれないって言ってたわよ。他のママ友も香織さんには随分と嫌な思いをさせられてたからね。ストレスも溜まってたんだと思う。少しでも役に立ったならよかったよ。みんなとは変わらず仲良くできてるのか？うん、むしろ今までよりみんな慕ってくれるようになったわ。それなら安心したよ。今後何か心配事があれば俺に相談してくれよ。旦那は優しい笑顔で微笑む。普段の旦那は穏やかで温厚な人だ。そんなこともあってママさんたちからも評価が高い。息子の方は中学から私立に通うことになったが、新しい友達もできて楽しそうに過ごしている。優しい夫と可愛い息子に囲まれて私は幸せ者だ。この幸せに感謝をしながら、これからの日々を送っていきたい。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺は三宅大陸、28歳。お気に入りの居酒屋で今日も夕食を楽しんでいるところで、ヤクザが騒ぎを起こしている。家庭料理も評判の店でこういう客を見るのは初めてだ。俺より一つ年下で美人店員と噂になっている松川のぞみさんに絡み始めた。図に乗り始めて店への嫌がらせに発展している。警察を呼ぶか、それとも親を利用するかと考えて迷った末に割って入ったその日。姉ちゃん美人だな、俺の膝の上に来いよ、いい思いさせてやるぜ。ねっちょりした若い男の声。俺と同じくらいか少し年上に見える。間に合ってますので他にご注文は。息子が姉ちゃんを注文してるんだよ。言うこと聞いときな。
客商売なら組を敵に回して得はないだろうに。それは店長の判断です。今仕入れに出かけて1時間以上帰りませんから、お話は後日どうぞ。のぞみさんは美人で仕事も的確で早く、店長は安心して彼女に店を任せ仕入れに出る。その反面相当不愛想で、礼儀正しい接客だけど笑顔はほとんど見せない人だ。ヤクザ親子と彼らが率いている組員だろう三人は広い座席を陣取っている。若い女性だから怯えて言いなりになると思っていたんだろうな。のぞみさん、いい度胸だ。この焼き鳥焦げてるぞ。おい、作り直せよ。失礼しました。やり直してすぐお出しします。料理の順番もなっちゃいねえな。手頃な温度も考えないのか。失礼しました。気をつけてお出しします。おいおい、この雑炊虫だらけじゃねえか。俺ものぞみさんも驚いてそっちを見る。店長が作っておいた雑炊だ。そんな失敗を聞いたことがない。息子の方が上着の内ポケットからそっと出したレジ袋を逆さにしてテーブル下で振っている。どこで採集してきたのか、10匹はくだらない害虫がそこらに広がった。客にこんなもの食わせるのか。とんでもない店だな。やれやれ、防犯カメラとかねえよな。後で面倒になるやり方はするなよ、トール。父親の組長の口ぶりから計画的ではないみたいだけど、これは明らかな嫌がらせだ。しかも立ちが悪すぎるやり方で、一常連客としても不愉快すぎる。ヤクザも落ちたもんだな。素人の、それも女性一人が留守番をする店でやることか。そろそろ何とかすべきだろうなと思った時、のぞみさんが不機嫌な声を出した。いい加減にしな、チンピラ風情が。あんまりふざけてると命を落とすよ。怯えつつ強気という風には見える。相手がヤクザで、しかも組長を含んでいるとは理解して我慢しているんだろう。でも目には燃えるような怒りの色。うまくは言えないけれど、理不尽な絡み方に対する怒りとは違う気がする。このヤクザたちに個人的な恨みでもあるのかと勘ぐってしまう目をしている。その細い腕を息子のトールとやらはいきなり乱暴につかみねじり上げた。痛い。何すんのよ雑魚が。黙れ。せっかく気持ちいい思いをさせてやろうと思ったが、バラしてやろうかこの女。やってみなこの雑魚。いい加減にしろよ。女の人は相手に暴力振るうな。席を立って間に割って入った。そろそろ口も出さなきゃ。女性が嫌な思いをしているのに放置するのは好きじゃない。ガキが女の前で調子乗りやがって。息子さんと同じぐらいだと思いますよ俺は。引きずり出せ。自分が身の程知らずだと全身に叩き込んでやるぜ。組員の一人が戸を開けて、全員に手足をつかまれ、俺はたやすく店外に引きずり出された。居酒屋の明かりを背にしたヤクザたちが俺はアスファルトに突き飛ばし押し付ける。容赦ないパンチと蹴りが降り注ぐ。おもちゃを壊すように楽しそうに大笑いしながら、昼の仕事で不審に思われちまうと顔はとっさに変わった。かわいい女の子みたいに顔をかばってやがる。イケメンの面を傷つけないでってか。こいつよりはマシな顔だと自負してるけどな。一応弱い人間、素人にヤクザだと名乗って怯えさせようとするやつよりはな。組長以外の4人が愉快そうに大声で笑いながら俺を遠慮なく殴り続ける。それなりの腕力がある成人した男、そして喧嘩慣れしているだろうヤクザという属性。
これでさっきはのぞみさんにも暴力を振るいかけたんだっけな。店の中から出てきたのぞみさんが驚く。うちのお客さんに何するの、あんたたち。散りなさいよ、チンピラども。女の人に割って入らせるわけにはいかない。それを止めようとしたんだから、自分で何とかしようとは思ったけどな。俺も嫌な顔を歪めて笑う。組長の息子といわる同世代だろう男。組員たちが低姿勢なのはこいつを恐れているわけじゃない。どう命令するか、自分と組員がどう動くか、いつも考えているはずの組長たる父親の方だ。親の権威、俺もそれを傘に着ることはしたくなかった。こいつがしているようなことは避けてきた。でも女の人は危険から遠ざけたいし、気に入っている居酒屋も守りたい。仕方ねえな、親父呼ぶぜ。親の権力傘に着るのは嫌いだが、お前らやべえぞ。俺が低い声を出すと、組長をはじめ全員が笑う。組長の息子が俺のニット帽を取った。額に深く残る特殊な形の古傷があらわになった。いつもニット帽をかぶっているのはこの目立つ傷を隠すためだ。組長の顔色が変わった。なんだ、一応知ってるらしいな。いや、そのしどろもどろの組長とは違い、息子や組員は俺の顔を指さして笑う。パパを呼んでやるってか。どこのお坊ちゃまだ。色白で可愛いお顔の坊やだな。やめろ、お前らやめろ。なんだよ、どうしたんだよ親父。そろそろ息の根止めてやろうぜ、この身の程知らずの。全員遺書の準備を。親父、何青くなって震えてんだよ。知り合いか。組員たちは組長が怯えて震える様子を見て、ただごとじゃないと悟ったのか、少し後ろに下がった。上下関係や階級、抗えない何かが外の世界にあると知って生きてきた顔だ。その意味では組員たちはバカではなさそうに見える。組長の息子として偉そうにしてきたトールというやつは、その意味で怖いもの知らずだったんだろうな。のぞみさんも俺の傷を見ている。そうなんだ、大陸さんってお名前、今はものすごく珍しいってわけじゃないから気づかなかった。のぞみさんの言葉の最後は笑いをこらえている震え声になった。あれ知ってる、俺と俺の親父。店長経由でね。でもうちの店の常連さんだとは知らなかった。店長もこの人だって言わなかったし。組長はまだアスファルトに寝そべったままの俺と店の入り口で笑うのぞみさんを見比べ、蒼白になった。息子を後継ぎにするつもりならいろいろ教えておくべきだぞ。俺の親父はその点賢いな。傘に着てみるか。一応けじめのため親父には電話するわな。俺は大の字になったまま携帯電話を手にして組長の前で振った。謝っても遅いぞ。されたことは忘れない。お互いそれが流儀だろうよ。組長は頭を抱えてアスファルトに膝をつき、小声でつぶやいている。ダメだ、終わりだな。うかつすぎた。俺もこいつらも全滅だ。いや、組全部が多分。頭を抱えてうつむいた組長の口から漏れ続けて、ブツブツと途切れ途切れに聞こえる自制の句のような半泣きの声。気の毒だけどな、遅いよ。俺は親父の名前を探して電話をかけた。親父、悪いけどちょっと来てくれよ。俺が親父に電話をする前で組長は泣き声に近い声でうめいている。親父と少し話して組長のことや息子のことはどういうやつかと電話では説明せずに状況を伝える。
さてさて、俺の親父が5分で到着しますよ。組長さん。その、言葉に尽くせない非礼をお詫びしたく。随分と好き放題しておいて、それはないでしょう。親父と話をつけてくださいよ。組長は、緊張の表情で、さらに顔も青ざめていく。新庄徹は、俺の胸ぐらをつかんだ。激しい怒りの表情で、俺の顔に自分の顔をくっつけるようにして怒鳴る。何失礼な口聞いてやがるんだ。俺の親父を誰だと思ってる。組長さんだろ。どこの組かは、俺は知らねえがな。俺を含め、21人の組員を率いる組長だ。どれほどの規模か、素人は知らねえだろう。組長含めて22人ってところか。地元ってことなら、まあ、ご立派だな。俺は関わり合いになりたくない界隈だ。関わったことを地獄で後悔させてやるぜ。組長さんよ、息子さんは少しおしゃべりだな。おいくつだ？息子トールは、先月30歳になったところで世間知らずです。どうかお許しを。そりゃあうちの親父が来たら話し合ってくれ。あ、来たな。あの車だよ。お気に入りの軽自動車だ。近づいてくる丸みあるライトの白い軽自動車がスピードを緩めて店の前に停車する。はあ、かわいい親父さんだな。サラリーマンか店長か。新庄徹は危機感がない。その顔を見ていると、むしろ展開を楽しみにしてしまう。ガキの頃仲間外れにされても、投稿班で置き去りにされても、親父に言いつけたことはない。親父もまた、自分が出ていくときは、一父親としてだけで、外で知られる名は使わないという主義だ。だからこんな風に、親父を呼び出すことは滅多にない。自分が理不尽に殴られたぐらいで、親父を利用したりしない。親父がどう出るか、ちょっと楽しみだ。親としての顔か、それとも。運転席側のドアが開き、大柄ではない細身の初老男性が降り立った。2ヶ月ほど前に、お互い仕事で忙しい仲を縫って、30分ほど会ったのが最後の親父だ。薄い色のサングラスを外して、サラリーマン風のスーツの乱れを正し、俺に軽く手を挙げて、店の前に歩いてくる。俺以外の全員に姿勢のいい会釈をして、のぞみさんには深々と頭を下げる親父。そして新庄組長と新庄徹の方に向き直り、紳士のような深いお辞儀をした。新庄徹はそれで気を良くしたような顔だ。素人の男が自分たちを恐れていると思ったんだろうな。しかし親父は、次にヤクザ全員を見下す視線を一巡させた。おう、俺の息子が何か失礼でも。聞かせてもらおうか、新庄。こうして顔を合わせるのは3年ぶりか。新庄組長は体を硬直させ、その場に土下座をした。まずはお詫びを。ご子息とは一度しかお会いしたことがなく、気づかずに飛んだご無礼を。うちの息子と会ったことがあるのか。はい、まだ高校1年生でいらした秋に軽くお目通りを。そうだったっけ。じゃあ俺の傷ができてからだな。道理で慌てたはずだね、新庄組長さんよ。我ながら大人げないと思いながら、俺は額の傷を指さして組長を相手に笑う。新庄徹、そうか、ダブってたやつじゃないか。本来なら俺が高校1年生の時には卒業した後だったはずなのに、二度留年して高校3年だったやつだ。あいつだったのか。なるほどな。その割に傷を覚えてないんだな。単に忘れてるだけか、あの時謝りに来た親父がこの組長か。あの時は多分組長でも幹部でもなかったな。一組員だったはずだ。
俺の親父が誰であるか知って慌てて、自分の息子が生きがって俺に傷をつけたことを詫びに来たんだろう。親父、何を下手に出てヘコヘコしてんだ。名乗ってやれよ、このバカの奴らに。苛立って怒鳴る新庄徹は、その後頭部を自分の父親に殴られて、地面に頭から突っ込む形に転倒した。海と山、どっちがいいか、葬られる場所の希望は聞くぞ。街中で放り出して、見せしめでもいいがな。親父がわずかに笑って、新庄組長に告げる。息子とお前らのことは、お互いに片付けりゃいいが、恩人の店で迷惑かける奴は、生かしておっきがねえんだよ。ご恩人ですと。三宅組長様のご恩人のお店、こちらがですか。組長？おい親父、今なんて言った？こいつどこかの組長なのか？通る、頭を上げるな、ひれ伏せ。うちの組など指先で弾かれて終わる。そういう組を率いる大方だ。じゃあ、こいつ組長の息子ってことかよ。みんなでタコ殴りにしたぞ。お前が留年中に、工具を焼きごてにして、お顔に一生消えない傷をつけた下級生が、このご子息だ。え、あの生意気な奴が、そうだったのか。それで親父、あの時一緒に謝りに行けって。先輩、詫びに来なかったっすよね。別にいいけどさ。俺は忘れてやるつもりでいたからね。ああ、その、長年申し訳ないと思ってましてね。あの時はガキで。そうだよね。ガキの頃のことは、俺一人の問題だ。でも、翻すよ。今日のことで。高校時代は、ダブっているやつでも一応は先輩になるやつで、自分と同じガキのしたことだと思っていた。やばいやつになるんだろうなと、ろくでもない大人になるんだろうなと、そう思って見逃したんだ。工具を焼いて、額に押し付けられた火傷は、そのまま古傷になった。学校にあった工具を炙って、通りがかりの俺を校舎裏に引きずり込み、腕と額にそれを押し付けたやつ。どんな印になるかやってみたかったんだと、ゲラゲラ笑いながら。親父は冷淡な目で彼らを見ている。組長と組員は、怯えた顔を上げることもできない。バカ息子はそれでも、状況をよく理解していないんだろう。おいおい、俺の店の前が修羅場だな。笑い声を我慢するような男の声がする。軽トラから日本酒ケースを下ろしながら、店長が笑っていた。本場のいい酒仕入れて、機嫌よく帰ってきたところに、とんだお出迎えだな。お帰りなさい店長。ご覧の通りよ。私だけに絡むんじゃなく、お客さんにね。そりゃあ、嫌な思いさせちまったな、のぞみ。それに、おお、大陸か、竹雄も。親父が、親しみと礼儀を込めた笑顔で、店長に丁寧に頭を下げる。よお、竹雄、最近どうだ？おかげさまで、たまには組の方にもいらしてくださいよ。俺はお前の親父。先代にいろいろ世話になった後、こうして居酒屋楽しんでる身だ。新庄組長は、呆然として店長の顔を見ている。三山京一様でいらっしゃいますか。そうだぜ、我が居酒屋へようこそ。誰か知らんがな、名乗りもいらねえぜ、不愉快だ。俺が吹き出すと、店長も吹き出し、俺の顔をまじまじと見る。なんだ、大陸。偉くやられてるじゃねえか。遠慮しないで仕留めりゃよかったのによ。やばいよ、店長。俺は昼間の仕事が本業だし、組の方は手伝いの調査だけだしさ。そうだな。大陸の調査家業としての能力が高いのは噂に乗ってるぞ。店長は新庄組長に向き直った。留守の間に雑魚が何しやがるんだ。どこかの組の組長だったよな。雑魚の顔まで知らねえがよ。三宅様は、
ご引退後に地方に移ったと言われていたので、経営されているお店とは知らず、店に厄介な奴が押し寄せたら、お客様に迷惑だからな。地方移住のフェイク流してやったんだよ。組長、新庄康之と新庄徹は、怯えて全身を震わせて口も聞けない。絡むなり暴れるなりするときには、店のこと先に調べときな。店の出入り口で不機嫌な顔をしていたのぞみさんが、店長のそばに歩み寄る。店長、せっかくの酒割ったら嫌でしょ。先に店に入れときますよ。おお、そうだな。のぞみはこういう気が利く有能な店員だぜ。誰だよ、絡み始めたのは。この界隈で恐れられていたドンだった店長。俺の祖父と親父と共に多くの組を壊滅状態にしてきた人だ。親父が今組長として名乗っているのは分家のようなものだ。1年前、ヤクザ家業から一切足を洗い、夢だった居酒屋を経営している。物心ついた時から可愛がってくれたおじさんという認識で、俺は大好きな人だった。親父も祖父もこの店長も、現役であっても俺にヤクザとして脅しをかけたことはない。もちろん素人には一切手を出したりしない。それが流儀で、昔から崩さなかったルールだ。だから新庄親子を見て、今時のヤクザはここまで落ちぶれたのかと、俺でさえ呆れた。祖父の代からの組だけど、俺は継ぐかどうか決めていない。昼間の調査会社での仕事が気に入っている。表稼業で調査を進めていて、いろいろ分かってきたある事故。過去に起きたあるひき逃げ事件と、それがつながり始めていた。警察も、もうそれは掴んでいるんだろうけれど、ある組に関わっているようだ。限りなく黒に近い奴が、親子で目の前にいる。新庄、あんたの息子はさ、この間知らずにうちの店長、つまりうちの元組長に当て逃げしたのよ。俺がそれを口にする前に、のぞみさんが強く厳しい声で告げ始めた。そして調査の途中でもしかしたらと思った過去のひき逃げ事件のことも。店長に当て逃げした車さ、うちの夫を一昨年ひき逃げした車と全く同じ色、全く同じ車種らしいね。一昨年、あの事故か。嘘だろ。その上関係者に当て逃げしちまったのか、俺は。呪われてんのかよ。トール、なぜそれを報告しねえんだ、お前は。一昨年の事故も逃げ合わせたし、今回も少しへこませただけだからバレねえだろうと思って。聞けば聞くほど頭が悪いやつで、父親である組長が気の毒に感じるほどだ。ひき逃げの後、車を処分しろと言ったはずだ。店長はふんと鼻を鳴らした。いい車だから、手放したくなかったんだろうな。ただ目撃者の記憶には残るぜ。店長の言葉は、図星だったらしい。新庄徹は言葉を飲み込み、汗をかいて、父親に助けを求めるようにうろたえている。俺は裏稼業がてら、表の仕事で上がったそっちを個人的に詳しく調べてたんだが、早く終わりそうだな。なんだ、お前の仕事でもあったのか。親父が笑う。聞いてもいいのか、大陸。いいですよ、店長。車体の修理と塗装はしているって調査で上がってました。ただ細かい傷は隠せてません。俺は笑いをこらえて、日常業務で担当になった調査結果を告げた。のぞみは正式な組員じゃなかったが、亭主の敵を取りたいってな。のぞみさん、組に関わってたんですか？今も正式な組員じゃねえ。一定員だよ。復讐で組に入るのは俺が止めた。引退されたのでは。恐る恐るという感じの新庄組長に、親父が答える。分家の組長を名乗らせてもらっている俺も、未だに頭が上がらねえ方だぜ。俺も組は、他界した妹の夫である竹雄に継いでもらったが、血が騒ぐ出来事だな、これは。現役復帰なさいますか？わずかな時間ですが。
店で暴れて、のぞみに絡んで大陸を殴りやがった。ただで済まさねえよ。頼もしい方ですね。俺と親父が尊敬した強いおじさんのままだ。昔通り、店長じゃなくおじさんって言えよ、大陸。のぞみさんがまた出てきた。透明のビニール袋を下げて、笑いを噛み殺している。中には大量の虫がうごめいていた。増水に入っていたと言いがかりをつけて、新庄徹がばらまいた虫たちだ。回収してきたのよ。お持ち帰りお願いしますよ。タチの悪いお客様たち。おいおい、のぞみさん。俺は虫がダメだぞ。親父が大笑いする。こいつらは虫すらいない場所にご案内だぜ。関係者はみんな乗れ。マイクロバスレベルのワゴン車を店長が指さしてさらに大笑いをする。現役の頃、こういう車を乗り回していた人だ。新庄親子と組員全員を縛り上げて後部へ投げ込む。俺と親父、店長のぞみさんが乗り込み、車は発進した。雑炊の具にしたいほど大好きな虫太郎、遠慮なく食えよ。俺は奴らの顔の前で虫が入った袋をブラブラ振ってみせた。ほら、お口をあんしな。やめてくれよ。あれあれ先輩、俺に11年前烙印をつけた威勢の良さはどこへ。はい、ごちそうですよ。私もお手伝い。はい、お口開けましょうね。笑い転げるのぞみさんが新庄徹の口を強引に開けさせた。俺はその口に袋から出した虫を押し込む。泣く前に私の夫を奪ったことを謝りな。2年しか一緒にいなかったんだ。わかりました、許してください。いい声だな。ご褒美におかわりだ。うごめく虫をさらに口に押し込んだ。のぞみさんも虫を取り、全員の口に押し込んでいく。悲鳴を上げ続けるヤクザたちを連れ去る。その行き先は親父と店長にお任せだ。虫すらいねえところにご案内だって言っただろう。豪華なおやつを食べて遠足を楽しめよ。助手席で高らかに宣言している親父は大笑いが止められない様子だ。こいつら生きて戻れないだろうな。高校の時の恨みは一生晴らすチャンスがないと思っていた。思いがけない好奇に気持ちが浮き立つ。今日殴られた仕返しも存分にできそうだ。奴らの命で償ってもらいたいレベルの楽しさだ。車内の悲鳴を BGM に、俺と親父、のぞみさんと店長は笑いながら進む。いい夜になったと思う。店長が車を止めたのは、店から2時間ほど車を走らせた山中だ。確かに虫すら生きていけなさそうな場所だ。硫黄の匂いがする上に、どうやら自殺の名所らしい。厳重にロープが張り巡らされて、引き返しを訴える張り紙が大量に貼られている。仕留めるときはここがいいんだ。夜にここに来る奴は生きて帰る気がない奴ばかりだよ。店長、いやおじさん、何人埋めたのさ。大陸、冗談きついぜ。一応今までは生かして解放してやったぞ俺は。おじさんに逆らったら生き残るが地獄とも言えるからな。よくわかってるじゃねえか。さすが竹雄の教育が行き届いてるな。一人ずつ報復が始まる。絡まれた女性店員として、そして夫を奪われた妻として、言われのない暴力を受け、一生消えない烙印を顔につけられた者として、そしてヤクザの世界で守るべき流儀に反した奴らへのけじめとして、生きてはいるが、悲鳴すら上げることができなくなるまで、俺たちは報復を続けた。父親の方、新庄組長は、息子にも組員にも衣装をと言ったな。書く暇も与えていなかったことを思い出し、俺は仕事用のカバンからメモ帳を取り出した。自生の句と行くか。衣装は俺が書いてある。一言ずつどうぞ。誰も言葉にならない。新庄親子と組員たち。
途切れ途切れに獣のようなうめき声が聞こえる。命は取らねえよ。安心しろ。自力で山を降りてお家に帰るのは自由だぜ。親父は新庄組長の顔を靴のかかとでぐいぐいと踏む。組長としてだけじゃなく、親として間違えてる奴は絶対許さねえって決めてるんだ、俺は。すげえな、親父。改めて尊敬し直すよ、俺。お前の母親が他界した時にそう決めたんだ。お前を育てるためにな。おかんが天国から今褒めてるだろうな。おい、新庄。顔のパーツどこを残してほしい。潰されたくないのはどこだ。親父が前に体重をかけ、新庄組長は絶叫した。竹雄、俺より残酷な奴だったんだな。店長が、のけぞったり腹を抱えたりして大笑いしている。のぞみさんもまた、夫を奪った男への報復を緩めない。誰か遺書でも手にしてここにたどり着いたら、自死なんかやめて逃げそうな光景になった。女性でこれを制止できないかもしれないと思ったのぞみさんは、危機としている。店の不愛さはどこかに飛んだような顔だ。いいのか悪いのか、それでも心の中でよかったねという。いきなり奪われた幸せ。抜け抜けと生きているひき逃げの犯人。どんな日々だったんだろう。俺の母も事故で他界したから、ヤクザの妻として不幸だったかもしれないと、泣いた親父の背中を覚えている。原因になった男は罪を償い続けている。それが世の中だ。やったことは命で償え。他人の命を奪い、幸せをもぎ取り、誰かを怯えさせて笑って生きていけると思うな。俺たちにつけた傷を、大切なものを奪った罪を、その命で償え、ヤクザ。俺もヤクザの息子だし、それにふさわしい残酷さはあるけどな。お前たちみたいにはならないぜ。末路も含めてな。店長は2店目を出すことを決め、料理人を募集したり、内装を決めたり楽しそうだ。調理師免許を取ったのぞみさんに、片方を任せるのもいいと言っている。2店目にも俺は入り浸るだろう。新庄親子は行方不明だ。あの時一緒に仕置きを施した組員の一人とは、街ですれ違った。俺の顔を見て仰天し、一目散に逃げ出した。無事だったなら、そうして謙虚に生きていけよ。お前に強い恨みはもうないよ。ただ、もしもあの親子が街を楽しげに歩いていたら、また俺たち4人が集まるだろうがな。衣装を手にビクビクして生きていけよ。のぞみさんの夫のひき逃げは、今もうやむやだが、俺たちにとっては解決した。今日も、みんなで居酒屋に集う。あの時の話をして留飲を下げながら、いい酒と料理を前に、仲間として。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。